FM TV。 はい、続いての日本のダム、抵抗トップ10の第9位です。第9位は、静岡県の、浜松市にある佐久間ダムですね。天竜川水系の天竜川本線にある重力式コンクリートダムで、高さが 155.5m、 幅が 293.5m という、ダムです。管理しているのは、電源開発ですね。電源開発が管理している発電用のダムです。佐久間ダムはね、場所としてはどこからって言ったらいいのかな。例えば車だったら、新東名の、浜松北インターっていうところから、まあ、大体1時間ぐらいですかね。最近なんか、三遠南新道っていう高速が開通したり、部分的に開通したりしているので、昔よりはちょっと行きやすくなったかもしれないです。昔はね、この天竜川沿いをずっとね、走って行って、まあ1時間ちょっとかかってたと思うんですけど、最近はもうちょっともしかしたら早く行けるようになってるかもしれないですが、まあいずれにしろね、ちょっと、国道沿いとか国道で近くまで行けるんですけど、まあまあ山の中なのでなかなか、時間はちょっとかかると思います。ここの特徴はなんといってもこうすごいねスマートなんですよね。高さが 155.5m なんですけど、幅がまあ 300m 切ってるっていうようなね、かなりこう縦長に見えるというか、すごくねスマートでシュッとしてる、かっこいいダムですね。で、形も天板にクレストオブに、ローラーゲートか。ローラーゲートが6門かな ?6 門だったかな ?5 門 ?1、2、3、4、5門か。5門並んでいる感じで、すごいね、導流部がまっすぐ下まで スラーっと伸びていて、すごいスマートでかっこいい重力式もういかにも重力式っていうようなダムですね。着手したのが1953年で、竣工したのが1956年なので、3年でね、できちゃってる、すごい、建設期間の短いダムなんですけど、これもね、この頃ってまだ日本ではこんなに巨大なダムが作られていなくて、確かアメリカから、建設の機械とか、そういったものを輸入して、で、確か技術者も向こうから呼んだんじゃなかったかな。それでもう、スピーディーに建設したという、なかなか記録的な速さを、で作られたダムです。で、あと、ここの特徴は、駐車場とかもね、あって、天板も自由に見学できるし、まあ、天板一般道なんで、ちょっと車には気をつけた方がいいと思いますけど、自由に見学できますし、あと電源開発のダムでよくある、電力館だったかな確か。展示施設もあります。あとね、年に一回、秋だったと思うんですけど、この辺のね、お祭りが確かありまして、で、そのお祭りの日はね、停滞内の、一般公開なんかも行われていて、普段はいけないんですけど、そのお祭りの日、その一般公開が行われている日は、特別にね、エレベーターが開放されていて、一番下まで降りていって、停滞を真下から見上げたりすることもできたりとか、なかなかね、地元と、密着した発電ダムにしては、そういうね、イベントなんかに、が行われる結構珍しいダムだなと思います。あとね、もう一個、そうだ、ここの特徴としてはあれです。天竜川の本流に、本線にあるので、台風とかね、大雨とかで、天竜川が増水すると、割とね、頻繁にクレストゲートを開けて放流するんですよね。なので、大雨の後とか、まあ、ちょっと道がね、なかなか険しいところもあるんで、ちょっと注意して行っていただきたいと思いますけど、大雨の後ね、天竜川が増水している時に行くと、結構ね、放流している姿見ることができます。僕もね、一回だけ、もうね、十何年前だと思うんですけど、このね、クレストゲート5門全部開けて放流しているのを見たことがあって、あの時はね、本当に全然、情報なしで行ったんですごいびっくりしたんですけど、すごい感動しましたね、あれを見たのは。で、上から見下ろしたりもできますし、で、その後もね、5門っていうのは、5門全部から放流してるっていうのは、その時1回しか僕は見たことないんですけど、なんか1門だけ上げて放流してったりとか、そういうのもちょっと見たことがあったりします。なので、まあ、ここはね、割と放流を見る機会も多いし、最近ね、ちょっと高速が少し開通したりして、行きやすくなってきているので、ぜひ機会があったら、行ってみてください。日本のね、やっぱり重力式コンクリートダムとしては日本の記念碑的な
というか、重力式だけじゃないですね。確かに完成した当時はね、日本一高いダムだったんですよね。で、まあそういうね、記念碑的なダムなので、ぜひね、行ってみてください。あと、ここも、さっきの10位の長門ダムと同じように、長門ダムの梓川と同じように、天竜川もね、この佐久間ダム、上流にもいくつかダムあるんですけど、佐久間ダムから下流に行くと、ちょっと下流に秋葉ダムっていう、これもね、なかなか立派な、重力式ダムがあって、その秋葉ダムの下流にもう一つ船明ダムっていう、これはね、かなり、背が低くて幅の広いタイプのダムなんですけど、秋葉ダム、船明ダムっていうダムもあるんで、ぜひこの辺もね、含めてダム巡りをしてみてはいかがでしょうか。サイフン TV。はい、続いては日本のダム抵抗。トップ10のうちの、第8位と言いたいとこなんですけど、実はね、8位、7位、6位がね、全部同じ高さ。だから6位タイなんですよね。6位タイが、3ダムありまして、1つずつ紹介したいと思います。なので6位ですね。6位のうちの1つ目は、これまあ順番どうでもいいんですけど、まあこっちからにしようかな。6位タイは広島県。これは山形郡っていうのかな、安芸太田町っていうのかな、ところにある、ぬくいダムですね。国土交通省が管理する、多目的なアーチダムで、高さが156メートル。で、堤高が156メートル。で、低調長が382メートルです。だからアーチダムで言うと日本で2番、アーチダムだけで言うと日本で2番目に高いダムになります。で、目的は、FNWP なんで、洪水調節と、流水の正常な機能の維持と、上水道用水と、それから発電を担っているダムです。国土交通省中国地方整備局が、管理しているダムです。着手したのが1974年で、完成したのが2001年にできたダムです。ぬくいダムは、これは高速道路で言うと、中国自動車道かな。中国自動車道の戸河内インターかな。戸河内インターから、まあ、大体車で30分かかんないぐらいですかね。で、着きます。ここは2000年ぐらいに、まあ2000年前後に完成した国土交通省のダム、どこもまあそうなんですけど、すごく見学設備がもう充実していて、周辺がね、まず公園とかになっていて、もう自由に散策できたりするところがすごいたくさんあったりとか、あとはやっぱり他の2000年ぐらいに完成したダムにもよくあるんですけど、管理事務所のね、1階だったかな、2階だったかな、が、資料館があって、すごいね、充実した資料展示が行われていたりとか、エレベーターでね、堤体の上から下に降りることができて、で、堤体を真下から見上げることができたりします。すごいね、自由に行き来できて、ここはなかなか、アーチダムで堤体真下から見上げれるところって実はね、結構そんなにないので、ここはね、かなり、で、しかも日本で2番目に大きいアーチダムなんで、ぜひね、このアーチダムを下から見上げるっていう体験をしていただきたいなと思います。あとね、特徴的なのは、まあ、イベントなんかもよくやってるんですけど、特に毎年ね、5月ぐらいかな、5月から6月ぐらいにかけて、まあ、要するに冬の間って結構水位を高く保っていて、夏は洪水をこう溜め込むために、水位を下げていくんですけど、その水位を下げるときに、堤体のね、真ん中辺についているバルブから放流するんですね。で、それを、時間とかね、日にちを予告して、週に何回とかだったのか、毎日だったのか、ちょっと忘れてたんですけど、1回につき1時間とかだったかな、ぐらい放流して、真ん中のね、バルブから、これホロジェットバルブって言うんですけど、ビームみたいにね、ドバーンと水がまっすぐ出て、すごい迫力ある放流をして、水位を下げていくんですね。というのは、だからちょっとイベントっぽい感じもするんですけど、イベント化してるような気もするんですけど、まあもちろん水位を下げるっていう目的があるんですけど、こういう時間とかね、日にちをこう、ちゃんと公開して、水位を下げていくっていうね、なかなか面白い試みをやっているので、これもね、ぜひね、一度見ていただきたいなと思います。下のね、堤体の下で、この放流を見てるとね、水しぶきがものすごくて、もう全身ずぶ濡れになりますけれど、ぜひね、これを一回見ていただきたいなと思います。
あと、堤体の特徴としては、国土交通省の多目的ダムなんで、かなりね、放流設備がいろいろついていて、その今言った真ん中辺についてるバルブもそうなんですけど、もっと下の方に、コンジットのローラーゲートというか、超高圧ローラーゲートがついていたりとか、あとね、一番上に、クレスト部分に、クレストゲートもついてるんですけど、で、これもローラーゲートなんですけど、これがね、珍しいことに、ローラーゲートって普通、上に上がって、そのゲートの下から水が出るというような仕組みになってるんですけど、ここはね、すごい珍しくて、ゲートが下に降りていって、いざっていう時はそこの上を水が越えて放流するっていうような仕組みになってます。で、まあこれクレストゲートはね、非常横水掻きなんで、その大雨とかに、でもうダムのその規模を超えるような大雨とかにならない限り、まあ使われることはないと思うんで、まあめったに、おそらく管理開始してからここはまだ使ったことないと思うんですけど、なので、まあ普段ね、その上を水が越えてる姿を見られるってことは、まあほぼないと思うんですけど、まあそういう仕組みのね、ゲートがついてるっていうことで、なかなか珍しい形だなと思います。あと、ぬくいダムに行ったらぜひ見ていただきたいのが、そのダムの下の、ダムの堤体の下の広場のところに、人の大きさの人形、まあ、かなりこう精巧な形なんですけど、人形が立っているんですね。で、これが作業着みたいなの着て、ヘルメットもかぶってるんですけど、名前がね、ついてて、利水次郎君っていう名前がついてるんですね。で、これは、まあ、ダムの大きさをなんか表すために立ってるらしいんですけど、で、まあ、ここに立ってるだけだとね、直接そのダムの大きさと比べられるっていうわけでもないんですけど、よくね、堤体の方を見ると、そのさっき言ったその水位低下をするときに使うバルブの脇にも同じ人形が立ってるんですね。で、実はこっちも近くで見ると、治水太郎くんっていう名札がついてるんですけど、で、そっちを見ると、そのいかにダムが人と比べて大きいかっていうのがすごいよくわかるんで、ぜひね、下に行って利水次郎くんと会って、その位置から堤体を見て治水太郎くんをぜひね、探してほしいなと思います。